あれ？ない！ここにかけてあったドレスがない！私の名前はマミ。夫にあたる光一と席は数ヶ月前に先に入れたのだが、結婚式は短期出張の多かった夫の仕事の都合がついてからと後にあげることになっていた。私も仕事は続けていたが、夫と離れている間、空き時間にもともと洋裁が趣味だったこともあり、自分のドレスを作っていた。式の日取りも近づき、完成も間近という段階に入っていたドレス。休日出勤の仕事を終えて帰宅すると、それが忽然と姿を消していたのだ。なんで？まさか泥棒？泥棒だったら素人の手作りドレスだけを盗むはずがないと、他にもなくなったものがないか探し始めた私。すると、私と入れ違いにちょっとコンビニと出ていた夫が帰宅。考えてみれば、夫はその日仕事が休みだったので、何か異変はなかったかと問いただした。すると夫はこう言ったのだ。ああ、ドレスだろ？姉貴がちょっと借りるねって持ってったよ。ちゃんと返すって言ってたし、いいだろ？姉貴の方が式先だし。は？ちょっと待って、お姉さんいつ結婚決まったの？しかもなんで私が作ったドレス先に着るわけ？一回ずつしか着ないなら大丈夫だろ？もったいないじゃん。ウェディングドレスは T シャツとかと一緒じゃないんだよ。何言ってるの？夫の言う姉貴というのは、夫より10歳ほど年上の姉、マリさんのこと。結婚するという話を聞いたのもこの地点が初めてだった。そして何よりも、マリさんは決して太っているというわけではないのだが、身長が私と違いすぎるのだ。153センチの身長の私に合わせて作ってるんだよ。170センチのお姉さんじゃ丈が合わないでしょう。私がそう言うと、夫は笑ってこんな見当違いなことを言い始めた。ああ、そういう心配か。大丈夫。姉貴足長くて綺麗だし、そういうデザインってことでオッケーって言ってたし。そうじゃないでしょ。身長差あったら腕とか胴体のサイズも違うでしょ。大丈夫だって。背中のところを多少開けるとかくらいならできるって言ってたし。は、私のドレスに穴開けるの？全く意味がわからないが、とにかく義実家に住んでいる義士の元へ取り返しに行こうと思った私は玄関へ。ちょい待ち、今日は姉貴の婚約者来てて、ドレス見せるっつってたから行かないでやってくれよ。なんで嫁のはずの私よりも姉を優先するのか。しかも理由が理不尽すぎる。私は、あなたってシスコンだったんだね、とだけ言い残し、まだ何か言っていた夫を無視して義実家へ向かった。義実家へ到着、玄関の鍵は開いていた。チャイムを鳴らすと逆に中へ入れてもらえない可能性があったので、私はそのままこっそり中へ入った。義実家の玄関によそ行きの靴が3足あり、おそらく義士の婚約者家族のものだと思われた。そんなこと構いやしない。私が作ったんだもの。応接間である和室から賑やかな声が聞こえたので、そちらへ向かった。婚約者と思わしき男性の声で、すごいや、ドレスが作れるなんて、と声が聞こえ、続いて義士の声で、子供が生まれたら、たくさん作ってやりたいなって思ってるのよ、などと会話が聞こえた。こんな家庭的でいい女性がどうして今まで、いやいや、ご縁があったんですよ。などと、それぞれの父親とおぼしき声も聞こえた。お姉さんなんて、家事も全部まだお姑さんにやってもらってるじゃない。なんでそうなってんの？私と義実家との関係は、姑とはつかず離れずの関係。良くもなければ悪くもない。ただ、義士より先に弟である夫と結婚した私を、義士と姑はよく思っていないことは知っていた。応接間の前に到着した私は、勢いよく襖を開けた。お邪魔します！一斉に私の方へ集まる視線。ドレスは義士が持っていた。私のドレスを返してください！驚いて固まっていた義士からドレスを取り返すと、状態を確認した。あ、背中！背中の部分は義士のサイズに合わせたのか、開いた感じに変わっており、姑が縫ったのか、縫ってほつれないようになっていた。姑さんも来るってことなの？なんで、嫌われてないって思ってたのは私だけだったの？私がショックを受けていると、婚約者であろう男性が話しかけてきた。すみません、ドレスって何の話ですか？私はマリさんの弟嫁です。結婚式のために自分でドレスを作っていたのですが、今日仕事から帰ったらなくなっていたんです。夫に聞けば、義士が持って行ったと言ったので、返してもらいに来ただけだと伝えた。婚約者両親からはてっきりなんだと怒鳴られるかと思っていたのだが、黙り込んでしまった。なんなわけ？ほんと失礼。最初から嫌な人だと思ってたけど。そうだぞ。人の祝い事の邪魔をして何がしたい？
騎士と舅は激高し、私からドレスを取り返そうとしてきた。そしてドレスは音を立てて無残に破れてしまった。思わず声を上げた私だったが、義士はあっけらかんとこんなことを言い始めた。仕方ないのでレンタルのドレスで我慢しますわ。自作のものを着たかったですけど。かわいそうな娘と嘆く舅。ごめんなさいマミさん、私も命令されて協力してしまったの。どういうことですか？ここで舅、今まで自分がしてきた娘へのサポートのすべてを暴露。婚約者が家庭的だと思っていた料理もすべて舅が作っていたとのことだった。なんとなくですが、そんな気はしていました。娘大好き舅が義士の結婚を強く望み、そもそも亭主関白気質だった部分が距離激化。とにかく結婚できるようにと、すべてのサポートを舅にさせていたのだった。私のドレスを取っていったのは、姑がドレスは作れないと言ったからなのだそう。義士からも虐げられていた姑は、どこか洗脳状態にあり、結婚すれば娘だけでも出て行ってくれると協力していたようだったが、私のドレスが破れた音を聞いて覚醒。ここまでするなんて人道的でない。このまま結婚したら婚約者家族にも迷惑がかかると思ったらしい。僕も少しおかしいとは思っていました。すごい付け爪なのに繊細な料理だったので。こうなると義士と舅以外は全員私の味方ではなかった。遅れて夫が義実家へ到着。破れたドレスを持っている私へ一目散に駆け寄ってきて、なんと私を思いっきりビンタしたのだ。衝撃で吹っ飛んだ私。なんで？お前、姉貴の邪魔して何がそんなに楽しいんだよ。つかよ、本当なら協力するところだろ。私があなたとの結婚して着るために作ったんだよ。なんでそういうこと言うの？私の反論に対して夫はこう答えた。あのさ、実は姉貴の結婚が決まったから、式場キャンセル料かからないうちにキャンセルしてるんだよ。もう入籍は済ませてるからいいだろ。どうせ姉貴の式で親戚来るんだしさ。その後話の流れで、私たちが共同で貯めていた結婚式費用も義士へ流れていたことが発覚した。あのお金は結婚式のための自分磨きに使ったわ。ほら、この爪素敵でしょ。姉貴綺麗になっただろ、それでいいじゃん。このあたりでまだ新婚であるはずの私から、夫に対する気持ちは氷点下になり凍りつき砕け散った。そうですか、そんなにお姉さんのことを大事にしたいのであれば離婚してください。お前な、嫁は嫁いだら嫁ぎ先の家に尽くすものなんだぞ。そんな下手くそな布切れ一つで離婚なんか承諾できるか。シュートが私に対して大声でそう言ったが、婚約者父がきっぱりとこう言った。そうですか、ではこちらにマリさんが嫁いだ場合、全てにおいてこちらの事情が優先されるということですね。それは話が違う、マリをこき使うなんて許さんぞ。これを聞いて婚約者父は、ではこのお話は破談ということにいたしましょうと言って立ち上がった。え、じゃあ婚約してたし慰謝料、婚約破棄でしょこんなの。騎士のこの言葉に、そうだそうだと息巻く舅と夫だったが、逆にこう言い返されていた。ではこちらは騙されたということで逆に訴えますがよろしいですか？証拠も録音しましたし。そう言うと婚約者は小さなレコーダーをポケットから出して見せてきた。私と姑の方を向いた義士の婚約者は、必要かと思いますので音声コピーします。とりあえず丸々弁護士事務所へ一緒に来ていただいていいですか？と言ったので、その言葉に従いついていくことにした。結果からすると義士の婚約者は弁護士だった。私に病院へ行ってビンタされた頬の診断書をもらうようになどと指示をくれ、私の離婚を全面的にサポートしてくれた。そして姑も姑と離婚することになった。この出来事がきっかけで、すでに両親がいない私と姑との関係はより強固なものになり、最終的にずっと専業主婦で年齢的にも再就職が難しい姑と私は一緒に暮らすことになり、今も一緒に暮らしている。私は夫からのビンタの件では慰謝料、結婚式費用の使い込み分は返金してもらった。姑は婚姻期間も長かったことから相応の慰謝料を受け取り離婚。私に介護が必要になったらこのお金で施設へ入ることができるわ。ずっと我慢もしてきたであろう義母だが、浪費することもなく堅実だ。元義実家だが、家事をする人間のいないあの家で3人で暮らしており、
夫と姑は不潔が理由で仕事を解雇。義士はそもそも時々パートする程度だったので、今は引きこもっているとのこと。一生懸命に作ったドレスが破れた時はショックだったが、あれは悪縁を断ち切るためのものだったのだ、と姑と今では話している。ご視聴ありがとうございました。また見てね。